い、八王子駅に戻ってきたよ。こっから乗り換えて高尾に行こうかなと思ってるんだけど、はい、京王線の1日乗車券がないからね、普通に払っておりますよ。あら、お待たせ。上に行きたいんだけど、なんでエスカレーター上りじゃないの？はい、高尾ね、先月来たばっかりだから覚えてるよ。この北口バス乗り場ね、 JR のホームを取っていくんだもんね。左曲がって、何？秘密？何を私に打ち明けなさいよ。楽になるわよ。で、こちらの北口を通って、はーい、高尾駅。そこのバス停に行きたいのです。1時間に1本だからな、どうだろうか。おと言ったばっかりだ、残念、1時間待ちじゃ。しゃあない、なんか時間潰せるところないかな。なさそうだ。駅に戻って、ここはなんか食べれっかな。スープ、カレー、クレープ。はい、お席に座ってからカウンターで注文ね。カウンターで、あっちのパンとかおにぎりでも行って、やったー、やったね。何があるかな。おはぎに、お稲荷さんに、おー、このきなこクリームパン美味しそうだね。カレーパンも美味しそうだ。くわいってなんだ？ついでに他の品揃えもチェック、はい、おや、わしの大好きなチョコのドーナツがあるよ。やったー。悩みますね。豆腐かりんと、いろいろあるね。レトルトかな。これは高尾ラスクにマドレーヌ、はい、新商品を並べておるのかな。お、玄米入りかりんと美味しそうだね。お、そばかりんと好きなんだよな。はい、お願いします。ちなみに美味しそうなカレーはこんな感じ。はい、いただきます。くわいのパンにしたよ、無添加で。タコ飯もこんな感じ。ではタコ飯からいただきます。あー、取っちゃった。苦手なんだよなこういうのな、開けらんねえなー。あー、変なとこ開いちゃった。今度こそどうだ。やっとだ。いただきます。うまいな。日本人に生まれてよかった。タコがいっぱい入ってて幸せだな。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちなみに店内はこんな感じ。このランプがね、私好みでいい感じって思ったのよ。この辺は和のグッズかな。菜の花ろうそくがね、可愛いなと思ってさ。はい、フニータもね、食いしん坊だから、くわいのパンあげたよ。
ペロッと食べちゃったね。はい、そうこうしてたらバスの時間になりましたよ。やった、後ろから乗ってね、覚えたよ。で、こちらがこの前来たマス釣り場。おじさん、また来たよ。っていうのは冗談で、その先の夕焼け小焼けっていうところに行きますよ。おおせない。ここか。どんな感じのとこかな。おお、これはステーか。帰りもここに来ればいいんだね。はい、おー、32分かいな。4時半まで間に合わねえな。またいつかね。橋を渡って、おっと広そうだな、回れっかな。とりあえずサムネショットで、入り口がこんな感じで、なんだこれ、マスバーガー、キモいな。ご自由にどうぞ。はい、ブルーベリーは400円。何魚さんって。おお、試着できんだ、良心的だね。入場券をお求めください。おお、4時半までだよ。あと1時間しかないけど、これ回れんのかな、どうする。お、餌やりラストオーダーじゃん。迷ってらんねえな。なんだかボタンがいっぱいあって、これでいいのか。あれ、間違えたかな。巻き場用ってなんだ。おお、ポニーと餌の件か。じゃあ大丈夫ね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こちら書いていただいても大丈夫ですか。はい、こちら検温したいので、こんな感じで。はい、ありがとうございます。はい、ここ4時半までですよね。バスが4時32分とかですよね。はいはい、他にいられる場所ってあるんですか。そこのお店も4時半閉まって、全部閉まる感じ。そうですね。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。はい、おー、しょうがない、1時間で全部回るぞ。まずは羽ベンチ、ビヨンビヨンってすればいいの。はい、はい、ビヨンビヨン。お、ニータも頑張るね。耐えてる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 。あー、ボンネットバスかっこいい。そうだね、もう時刻表書いてあるよと思ったらリアルなやつね。おー、シュールな仲間がいっぱいおるやんか。ニータにぴったりだね。あっち、ここは何ですかね、ギャラリー。夕焼け小焼けの作者が住んでた家かな、ここはね。おや、これは私が生まれる前の世界にタイムトリップって感じ。2階は写真展。そこまで今日は回れないな。これはコーヒーカップ。お、天狗ね、目ん玉と耳たぶは道の駅で売っちゃったもんね。いや、喫茶コーナーがある。どこどこ、あれ、終わってそうだな。もう終了しました。やってたらソフトクリーム食べれたのかな。ではでは、先に進んで、お、人生の分かれ道、どっち行く。こっちは田んぼか。じゃあ食事どころね、行きましょう。お、靴を脱いでご利用ください。気持ちよさそうだね。なんだここは有料なのか。お、お食事どころ、
ありましたと思ったら休みか。うじぎんとき食べたかったな。団子でも焼いてたのかね。しかしな、休みのおかげでここでのんびりできた。気持ちよかったな、ここ最高だぜ。ホールには特に用事はないんだけどな。お、日帰り入浴？ここなのか。なるほど。宿泊もできんだね、ここでね。500円か。またいつかね、生きてたら行きましょうかね。おー、気持ちよさそうだな、ちびっこ。ここは勝負の時期に来たらいい感じかもね。なんかおるかな。魚とかおるかな。お、イナゴライダー発見。怖い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 。モリアオガエルの池。おー、カエルさんいるんかい。カエルさん、どこにおるの。姿を見せて。いない。この先行き止まり。じゃあこっち行こうね。んー、ここは打って変わって涼しいの。おや、水の中に入っとるね、皆さん。イノシシの生贄になろうってか。よし、じゃあわしも参戦するぜ。わあ、涼しい。じゃあせっかくだから中に入っていこうかね。おー、冷たいなこれ。気持ちいいっていうより修行だな。ちびっこはすげえな。もう落石もするんですか。命がけだね。じゃあもうちょっとチャレンジしていこうか。いやー、でもやっぱ冷たいな。みんなすげえな。お、でも31日までの特権だったんだね。いい時来たな。貴重な経験させてもらいましたよ。広いと思ったけど、だいたい回ったかな。キャンプ場行ってもしょうがないしね。あとはお花畑の方行けばだいたい完璧って感じだったかな。いや、気持ちいいなここ。キーン。あられちゃんだよてがっちよ。ああ、順番逆だったな。いやー、もうちょっとゆっくりしたかったな。いいとこだったよ。じゃあまたいつかね。お、なんかちょっと違うね、先輩ね。こんにちは。どうも。おー、ライバルウサギな。張り合ってるのね。いや、ポニーさん、ニータ、ツーショット取れんじゃね。やったー。あー、ダメだったね。嫌われとるの。
はい、お兄さんツーショット、こっち向いて、こっち向いてくれ。はい、こっちではどう？おー、泣いたよ。はい、こっち向いて、おお。いやー、そんな至近距離で鼻水飛ばさないで、すいませんでした。ヤギさん、もう最後に動物に触れ合っていこうと思ったけど間に合わなかったな。残念、ショック。ではまたいつかだな。そろそろバスの時間があるからね。でも最後に売店覗いていこうか。何があったかな。お菓子と水鉄砲と花火って感じ。あとタオルかな、着替えとか。これなんだ、お茶、海苔、ブルーベリーのなんかかな。まあ買ってる時間はなかったので、さようなら。おお、ツアーバスが来んだね。バスが来ない。このままバス来なかったらちょっと怖いね。おお、来たよ。よかったよかった。夕焼け小焼け恋愛の里でございました。はい、おじさんまた来るね。この辺で釣ってたんだよね、この前ね。本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。